静かなよ。なんか良さそう。何何、はい、いつでも使えます。次の感染の処理フェーズを実行しなくてよい。おお、これも早速使った方がいいんじゃないで、もう一枚。そうですね。あーオーマイガッ、これ処理しなくていい。これ処理しなくていいんです。感染とは別です。静かな夜だよ、静かな夜。もう絶対もうもうダメじゃん。いや、まあまあまあ、まだわかんないですよ。デスマーク、まだわかんないですよ。回路残ってるんだぜ。処理しましょう。感染の処理フェーズを実行しない、まず感染率が上昇します。お、まだ見ぬ境地へ差したよ。読んだよ。恐怖だよ。で、感染一番下のカード1枚引いて3個置きます。それを処理しなくていいんでしょ。違いますね。違うの。次のターンってこと。はい、大阪。大阪。あ、ああ、あーちゃー、いたいたいた。まさか。アウトブレイクです。ですね、はい、はい、ここで終了。ゲームオーバーなんですが、あ、3つ置けないですね。ここで鹿児島にあるルールが発動しまして、1回1回多めに見ますちょっとあんまりなんでね、1回多めに、はい、1回だけだ。アニバーサリーだから。君は神か。そう、1周年記念企画だから。あ、いたよ。もうしょぼぼ。なんで大阪が4つ1回じゃあ感染なかったことになります、はい、なかった、はい、何もなかった。あ、そんなんいいんですか。とりあえず3つは置いといた方がいいじゃない。あ、じゃあアウトブレイクしなかったって、はいはい、大阪は我慢が強かったと。さすが。なんでやねんって、はい、なんでやねんと。はい、で、度合いの増加、捨て札をシャッフルして山札に乗せてください。まあ、どっちにしろ危機はそこまで迫ってますよ。もう回避できなかったよ、世界は。で、静かな夜使って今度4枚を引かない方がいいんじゃない。あ、引かない、なるほど、引かない。あ、そんなこと。使います、はい、静かな夜使って。感染このターンは平和、はい、静か、静か。私もそれを再利用すると。静かちゃん、ね、静かだ、はい。で、グレイソンのターンは終了、はい、終了。なんか僕のターンで世界が終わりそうな気がする。匂いがするね。待ってさ、でももうエピデミック何枚いいか。赤で飛べば1、2、3、4、5、もう1枚あるのか。もう1枚。とりあえずワンアクションを消費してこれを取り戻します。はい、僕の上に置いときます。うん、これなんか欲しいんですよね、完全に違う、世界を救いたいんだよ僕は完全に1周年記念なんだから。悪者になりたくない。完全にもう輪が乱れてきた人の輪がで、黒に行こうかな。黒いですね。かな。デリー近く赤でしょ。ミラノはもう来ないからいいんですよ。ここら辺はもうあなたたちになんとか任せますよ、はい、アルジェに飛んだ。でも分かんないか。大阪も来ますかね。テヘランに飛んで、カイロだよね、でも多分ね。いや、カエルはまだ来ないやつ。こっちで出てなかったですから。ああ、そうですね。今までか。そうだね、また上に乗せたから、はい、そうですね。じゃあ一回テヘランに飛んでデリーに行った方がいいかな。そうですね、デリー来そうですね。そうだね、テヘラン行こう。飛ばしますよ。ちょっと待ってよ、でも、ヨハネスブルグも持ってるんですよ。はい、だから1ってヨハネスブルグでこっちに行くのがいいのか、テヘラン使って1で行った方がいいのか。ヨハネスブルグこれ使わなくても、ね、テヘランに行った方がいいのか。いや、同じ都市でテヘラン、あ、ヨハネスブルグ使うとどこでも行ける。へえ、まあ、どちらでも。そう、でもテヘランの方が1ターンで行けるよね。あ、でも黄色はもう用済みカードだから黄色使う方が。まあ、黒も、でも黒の治療薬か、青に行くとか。パリに行ける私か、モントリオール。いや、デリーちょっと怖いっすよね。デリー怖いっすか。テヘラン行こう。テヘラン行っちゃう。モントリオールってどこ。モントリオール、カナダ。
あ、ここか。じゃあテヘランカードを使い、はい、これは、チャーター便かな、直行便か、行きますか。はい、テヘラン、はい、1ね、あ、2か、そうですね。で、3、4、なるほど。で、まずこっちか。怖い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 。あー、もうやだ、どうしたいの君たちは。悪者に来た。なーるほど。そんなこと言うからでしょ。初戦の相手の感染率マーカーを1スペル。まだ終わってないぞ。まだ終わってないよ。もう無理だよ。終わりを刮目せよ。感染率 99% 動けば打つ。もうダメだよ。はい、一番ヤバ札の一番下のカード1枚引いてください。さあ、鹿児島にある特別ルールが適用されるのか。いきます。ドン、はい、チェン内。チェン内。チェン内。汚いことになってる。あ、いや、まあでも違う色なので、はい、大丈夫です。で、度合いの増加しました。捨て札をシャッフルし、山田の上に乗せてください。ない。次、チェン内来ちゃう。来ちゃう。が、しかし、私の手札には、あ、予測イベントカード来ました。感染カードの山田の上から6枚のカードを見て、好きな順番で山田に戻します。おお、チェン内下げて、チェン内が戻せる。いいじゃん、いいじゃん。いや、僕は静かなやつ。欲しいんですよ。十分かけましたけどね。で、これはゲームから取り除きますので、こっちですね。映画とかの悪い人がする行動をしてる。強欲じゃない。なので、今回は、感染率上昇しません。僕のターン終わりです。ああ、よかった。か、何も起きてない。なんかビビってたよ。なんかさ、ゲームのルール変わってきてる。ビビってた。コルコルさんのターンで多分終わる。あ、青青青の薬。ただ あの、ね、予測で好きな順番で戻せます。あ、そうですね。協力しましょうかね。じゃあ自分のターンの時でしょ。多分もう僕のターンまで来ないもん。いつでもどこでもカードです。はい、私のターン。はい、はい、お前で青い治療薬ができます。できました。だーだん、治療薬はできているのに世界が終わろうとしている。ここです。はい、で、次メキシコシティっていい。そうです、そうです、そうですか。2、3、さあ、どこ行こうか。まあ、ヨーロッパじゃないですかね。デリー、コルカタ、ないんですよ。デリー、デリー、デリーどこ。私はデリー、うん、デリー来なよ。か、コルカタ。もう黒作りゃ終わりですよ。うん、あ、全部作ったら勝ちか。もうその時点でしゅ。じゃあ誰か。じゃあデリー来なよ。あ、でも黒使っちゃダメか。黒集めようよ。なんかチャーター。これで誰かに。それかリマとか。今さ、ポンさんかグレイさんに黒を一回渡せばよくない？ポンさんの。でも移動しないといけないよ。あ、そうか。あ、メキシコシティ持っといてよかったんじゃない。そうですね、あなたがここにいれば。ここはだよだよ、ちょっと今巻き戻そう。え、特別ルール。こうして特別ルール、はい、世界は何も起きなかった。まだ救えなかった。特約作りました。1個だけ、うん、で、2枚渡せばいいんじゃない。なるほど。あ、違う、グレイさんに渡せばいいんじゃない。なるほどなるほど。オッケーオッケー。お、見えてきた。ただね、前回やった時ここでやられたから、ね、あと少し。あと少し。もうエピ全部出たでしょ。あ、エピは全部出ましたが。出ました出ました。だからグレイさんまでパスを回せば世界は救われる。じゃあ私はさ、感染予防だから基地に飛べばよくない、どっかの。そうですね。あ、ここ。あ、カラチか。台北か。台北行こうかな。大阪やばい。大阪。そうですね。大阪さっき滅亡したからね。でも覚えてないけど。予測で。そうそう、予測で。これを操作しとく。1回は。操作できる。あ、4枚引くから。1回は、なんてことない年を選べる。OK。この人のまんまではちょっと無理。こ
そのいつでもだから今 見ればいいんじゃない。だからこの人の感染の時はなんとかなる。あで、うん、その4枚引くわけでしょ、その後、はい、だからその残り2枚とその下見てない2枚は君が引くんです。あそれも、もうじゃあ、うんうん、悪いのはポンさん悪いまだわかんない。何のエキスパートだったんだあいつはみたいな。じゃあ私どこに行けばいいっけ。そのミラノなんですか。これ取り除いて。ああもう大丈夫なところ、うん、ミラノはだから大丈夫なんだよ。私ミラノ飛べないよ。いや飛ばなくていい。だって基地のあるとこしか行けないよ。うん、だから台北、台北かカラッチかジャカルタ。カラッチ行っても私何もできないか。なんでもあなたいるだけ、ま、いるだけで周りに、まあ、やっぱそのさこの人がいるのはさ、この網がいっぱいあるところに行った方がいいんでしょ。影響力が大きいところに、うん、赤じゃない やっぱ台北ですな。はい、台北飛びます。はい、はい、終わり。4もアクションで、これあ、嘘、まだもうもうエピンないから大丈夫です。もういいカードしか来ないです。はい、はい、ウェイブスアイです。カラチカラチ来た。はい、あ、それ4枚で、その前に、はいはい、お予測。イエーイ。何枚、はい、上から6枚見てください。あ、6枚見る。はい、3、4、5、6。これを好きな順番で戻せます。はい、大阪来たやん。ということは大阪は無理、ね、チェンナイ、チェンナイで無理でしょう。チェンナイ無理。ジャカルタ大丈夫。ジャカルタ大丈夫。サンチアゴ大丈夫。サンチアゴ大丈夫だね。大阪やばい。大阪無理。サンフランシスコ、サンフランシスコまあまあやばい、うん、ロサンゼルスやばくない。お、ロサンゼルス。私がだからこれをやってなかったら死んでたんだよね。世界はチェンナイはもう無理です。だからチェンナイ一番下ですね。チェンナイ一番下と大阪一番下でしょ。でも大阪は君がいるので、次ポンさんを引くことになるんじゃない。 あ、私が動かなければ大丈夫だ。どうにかしないと。あ、ここにでもコルクサイルから大阪大丈夫ですね。大阪大丈夫でももうダメじゃん。でもあれ君がどうにかしないとさ、だってこのターンコルコルさんが4枚引くでしょ、うん、はい、チェンナイは引いちゃうんだよ絶対。チェンナイもそれも予測使えないの。もう使ったもんだって。チェンナイに行けばいいわけですよ、うん、行けばいいんだ、ここの基地に飛ぶ。ああそっかそっか、うん、それ予測できたね。なのでもう大阪はもう大丈夫でしょ。大阪も OK。 ジャカルタどこですか。ジャカルタ、ジャカルタもいい。サンチアゴもいい、うん、あ、ここでここに飛んでここに来ればいい、ね、そうですね、うん、サンフランシスコよりもロサンゼルスが良いんじゃない。ロサンゼルスも大丈夫だから今の順番、はい、うん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 、だからチェンナイをどうにかすれば大丈夫ですね、はいはいはい、考えてるね、考えてるね。で、4枚、こっち引いたかしこ、かしこ、かしこ、はい、4枚、はい、じゃじゃん。で、4枚こうしますね、はいはいはい、で、ロサンゼルス、サンチアゴ、ジャカルタ、ジャカルタで大阪置かなくていいと。おー、あぶねえ、おい、危な、さっきこっちとか移動してたらもう終わってた。さっきを読むんだやな。これでまだ見えない2枚がどうなるかだね。それはでももう神の見通し。でもさ、ポンさんはまず特効薬を、まあこうですね、うん、あげない、あげて、あげて2枚あげますよね。3、4じゃダメか。ダメだ。あ、1枚だけにしょうがないんだけど、とりあえず。え？そしたら作れないよ。作れないけど、だってこの人がさ、チェンナイの黒を2個ぐらい取り除いておかないと。そうか、死んじゃう。え？あ、好きな年に行ける。そうか、チェンナイに行けるのか。ああ、行ける。おー、1枚。おー、いい。使えば危ない。あー、いい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 、3で、すごい、3で、4、 4、 おー、おー、ただ前回もここぐらいまで来たんだよ。まだ2枚まである。あ、こっちか、ここですね。もう大丈夫ですかね、これ、はい、で、これが4枚目。
サンフランシスコ。サンフランシスコ。で、チェンナイが来るわけですね。で、チェンナイが来まして、チェンナイが、ファン、マン、ファン。はい、ここまでは、こっからですよ。予測の範囲です。ここまでは、私の危機管理能力で管理されていましたから。他の2枚引かないといけないってこと？イベントを使えないのかな？もう私は何もできません。あと2枚引くってこと？あと2枚。帰るとかやめて。いやー、運命の2枚だな。これバトンをグレースさんに渡せば終わり。終わりです、はい、うんうんうん、我々の勝ちですよ。あー、もうこれじゃない。これギリギリやな。ポンさん、ポンさんか。なんか前回のポンさん、前回のなんデジャブ。いいですか、引きますよ。はい、はい、運命の1枚目です。こいこい。なんだ、どこだ。いきます。3、2、1。はい、デリー。おー、セーフ。おー、俺じゃね、俺セーフ。俺がさっき1個取り除いたとこじゃね。危機管理できてる。危機管理できてる。はい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 、最後です。どうも、危機管理官です。いきます。ラスト、運命のカード頼む、頼むよ。3、2、1。はい、タイペイ。タイペイ。あ、現役できてる。いい、考えなさい。大丈夫か、本当に救えたんじゃない。世界救えたんじゃない。世界救えましたよ。次、薬作れます。本当にゴマある。ゴマ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 。はい、で、できました。で、作れば勝ちなのか。そう、でしょ。ゲームの終了、4つの病原体の治療薬すべてを発見したら、その時点でプレイヤーの勝利です。イエーイ。世界は救われました。1回滅亡した気がするけど。ズルしたけど。なかった、なかった。ありがとうございます。何にも問題なく、やった感が、やった感あるな。やった感、滅亡したけど。一瞬でおめでとうございます。1回のズルで終わった。はい、私危機管理官で。何のズルもなかったが。マジ成功法で勝った。神の手、神の手。全てのエピデミー、神の手だよこれ。本当だ。いやー、お疲れ様でした。それとって、それ、はい、この余命の力で、はい、いやー、なんかおのおのの、いや、フルにすごい使った。フルに使ったね。いやー、のこのこ。いや、でも MVP は私じゃないかな、この危機管理能力。危機管理。最後のこのエキスパートナー。まあ視聴率は跳ね上がった、ね、やっぱりコロコロじゃない。ですよね。まあ地味ながらもね、なんか名ゴールキーパーみたいな。マイペースに防いだ、ね、だいぶ病原体そうだよ。私がいなかったらみんな全滅だぜ、ね、なるほどね。スタッフみんなで守った世界。なんで1周年でこれをやったのかという、ね、うまくまとめました。そうですね。素晴らしい、素晴らしいゲームバランス、うん、いやすごいね、これよくできてるね、うん、こんな、なんていうの、ギリギリの戦いがなんとオタクでできるという、このパンデミック、いいですね。皆さんにもプレイしていただきたい、うん、じゃあまあ世界を救えたということで。そうですね、世界を、鹿児島ニアは世界を救ったと懸念してね。そう言っても過言ではないからね。この動画を見た方はツイッターで拡散してもらってSNS、Facebook、LINE 等々で拡散希望っていうことですね。お願いします。はい、いいの、もう終わり。バイバーイ。もう、もう言うこと、もうなんでこんな疲れ果てて。もう世界を救いましたから。疲れますよ、やっぱり。何か言うことないんですか、別にいいですか。特になし。また来週。後日か。また来週。じゃあ、はい、鹿児島ニアのフルでした。ポンでした。やるのかやらへんのか。コルコルでした。グレースでした。マエットさん、また会う日まで、バイバイ。バイバイ。